2005年、広島県広島市で下校途中の女の子が突如行方不明となりました。心配する家族にもたらされた残酷な報告と明らかになった犯行の卑劣さに怒りしか湧かない事件について追っていきます。事件は2005年11月22日15時ごろ、広島県広島市安芸区の空き地にあった段ボール箱から女の子が発見されたことで発覚しました。すぐに女の子は病院に搬送されましたが、16時ごろに帰らぬ人となってしまったのです。女の子の胸には名札がついていて、身元はすぐに判明しました。発見されたのは近隣の小学校に通う当時7歳で1年生の木下愛理ちゃんでした。発見された11月22日、愛理ちゃんの通う小学校では来年の入学者を対象に実施される就学時検診が行われる関係で、児童らは午前授業を終えた後に全員が下校をしていました。しかし愛理ちゃんは一向に帰宅せず、心配した母親が自転車で通学路を探し回るも見つからなかったのです。不安に思いながら娘の帰宅を待つ中、突如警察から愛理ちゃんの訃報の知らせがもたらされた両親の気持ちは計り知れません。病院に駆けつけた両親は変わり果てた姿の娘を前に泣き崩れるしかありませんでした。朝に元気に登校していったはずの愛理ちゃんに一体何が起きたのでしょうか。午前授業を終えた愛理ちゃんはいつも一緒に下校する友人が早退をしたため、この日は12時35分頃に一人で下校をしていったそうです。ただ同じ方向へ帰宅をする同級生の男の子から声をかけられたりするなどしていて、途中までは複数人で歩いていたようです。しかし学校から500メートルほど離れた場所で愛理ちゃんが同級生たちと別れて一人で歩いている姿が目撃されたのを最後に行方が途絶えてしまいました。そして愛理ちゃんは家にたどり着くこともできず、段ボール箱に入れられた状態で空き地で発見されるに至ったのです。発見時の段ボール箱の蓋は閉められた状態であったそうです。段ボールは家庭用ガスコンロの梱包用のもので、その中に愛理ちゃんは口をテープで塞がれ、膝が折れ曲がった状態で入れられていました。紺色のジャケットに灰色のスカートといった制服などは身につけていましたが、下着は前後が逆で、靴下は左足のみ履いていました。また発見当日の22時頃には、段ボールのあった空き地から400メートルほど離れた駐車場の植え込みにゴミ袋に入れられたランドセルなどが発見されました。司法解剖から愛理ちゃんは首を絞められたことにより窒息で命を落としたこと、そして事件に巻き込まれたのは13時から14時の間であると判明しました。さらに腰から下には何者かによって手を出されたと思われる傷跡が複数確認され、頬には涙の跡もあったそうです。わずか7歳の女の子が恐怖に怯えながら命を奪われていったという目を背けたくなる事実が明らかとなったのです。警察は捜査本部を設置し、犯人逮捕に向けて捜査を開始しました。まず愛理ちゃんの下校が12時35分以降であることを確認し、同級生と別れたのが12時50分前後であることも分かりました。司法解剖の結果を踏まえても、下校途中に一人になってからあまり時間を置かずに事件に巻き込まれたことが推察されました。24日には犯行に使用された段ボールが東広島市の量販店で販売された家庭用ガスコンロのうちの一つであることが特定されました。さらに翌25日には段ボールに使用されていたテープから指紋を検出し、愛理ちゃんの衣服からは犯人のものとみられる汗も検出されました。こうして重要な手がかりをつかみながら捜査を進める中、ついに量販店でガスコンロを購入した客が割り出されました。この購入客がペルー国籍のホセ・マヌエル・トレス・ヤギという男で、事件現場の近所に住んでいることが明らかとなったのです。さらに事件当日の11月22日12時50分ごろ、このペルー人のホセの家の前にある石段である光景が目撃されていました。それは石段に座った南米系外国人男性と赤いランドセルを背負って灰色のスカートを履いた女の子が向き合っている光景でした。南米系外国人男性はペルー人のホセと考えて不自然はなく、この女の子は身なりから発見された愛理ちゃんと見て間違いありませんでした。こうして土地勘があり、事件前後に不審な行動があることから、捜査本部は遺棄の容疑でホセに逮捕状を出しておりましたが、その時すでにホセは行方不明となっていました。そのため11月29日にホセを全国に指名手配して、翌30日早朝に三重県鈴鹿市の知人宅にいたところで身柄を確保し逮捕しました。ホセ容疑者はペルーに妻と愛理ちゃんと同年代の長男長女を残し、2004年4月にピサロ・ホセ・フアン・カルロスという偽名を使って来日をしていました。
不法入国後には自動車関係の仕事に就き、その後に人材派遣業の会社で経理の仕事をしていました。しかし日本語での会話が満足にできなかったことから最終的には退社するに至っています。そして事件の約1ヶ月前に現場近くのアパートに引っ越しをしてきていて一人暮らしを始めていました。事件直後には捜査員がホセの自宅に聞き込みに訪れていて、地図で空き地の位置を確認した時にはわからないふりをして日本語が不自由な素振りを見せていたといいます。逮捕後の取り調べでは犯行時刻には現場周辺にいなかった、ガスコンロは購入したが段ボールは事件前に捨てていたと供述し、事件には無関係であると主張をしました。しかし身柄を広島に移送され、そこで取り調べが行われるとついに愛梨ちゃんの事件について自供をし始めたのです。ホセ容疑者は自宅前をたまたま通りかかった愛梨ちゃんにスペイン語でこんにちはを意味するオーラなどと挨拶をして言葉を交わしたそうです。その直後に自分の欲求の赴くまま愛梨ちゃんを自宅へと連れ込んで手を出した上、その発覚を防ぐため首に手をかけるという最悪の手段を選ぶに至ったのです。犯行後は動かなくなった愛梨ちゃんに服を着せ、段ボールに入れて黒色ビニールテープで梱包した後、自転車で近くの空き地まで運んで遺棄をしました。それから一旦自宅に戻り、今度はランドセルなどを空き地に捨てようとしたものの、近くに人がいたことから離れた駐車場に捨てたといいます。こうして犯行の証拠隠滅を図った後、ホセはタバコを購入し、同じアパートに住む親戚と一緒に買い物をしています。買い物から帰宅した後にはコーヒーを飲んで料理をした後に居間でテレビを見るなどして過ごしていました。何の罪もない女の子の命を奪っておきながら何食わぬ顔で日常生活を送っていたのです。しかも捜査段階でホセは愛梨ちゃんと話をした際に命を奪えという悪魔の声が聞こえてきたなどとも供述をしていました。そして裁判でもホセは犯行について悪魔に言われたなどと語り、命を奪うつもりもなく猥褻目的でもなかったと述べました。こうして弁護側は心神喪失もしくは心神耗弱状態だったと主張をし無罪を求めたのです。一方の検察側は性欲を満たそうとした犯行で酌量の余地がなく冷酷で残忍な犯行だとして死刑を求刑しました。実はホセは母国のペルー国内でも2度にわたって未成年に対する犯罪で告発されていたことを認めていたため、検察はホセに犯罪性交があるとしたのです。しかしペルーでは取り調べを受けただけで有罪判決となったことが立証されていないため、裁判では前科なしとして扱われることとなり、量刑を決めるための資料には用いないとされました。そして2006年7月4日の判決公判ではホセに無期懲役が言い渡されました。悪魔という供述は罪から逃れるための言い訳で、責任能力はあると認めたものの被害者数が1人であり犯行に計画性がないなどとしての判決でした。この判決を受けて双方が控訴をしましたが、この後裁判は複雑な経過をたどることとなりました。2審では一審判決を審理不十分として判決を破棄して差し戻しとなったのです。これに弁護側が上告し、最高裁では2審判決を破棄したことで高裁に差し戻しとなりました。やり直し2審となった高裁では2010年7月28日に一審判決が不当とは言えないとして無期懲役を言い渡した一審判決を支持し、双方の控訴を棄却しました。この判決に対して双方とも上告しなかったため、ようやくホセの無期懲役が確定となりました。裁判の中で愛梨ちゃんの父親は何も悪いことをしていない幼い子供を平気で暴行し、不要な人間を絶対に許すことができませんと訴えており、一審判決を前にした6月26日には記者会見で次のようにも述べていました。愛梨は声を出すと殺されると思い涙を流しながらも暴れなかった、何も悪いことをしていないから暴行が終われば返してもらえると思ったのでしょう、性的暴行は拷問に等しい、犯人は2度命を奪ったのです。また愛梨ちゃんと仲の良かった弟はどうやったら生き返るのと言っていたそうです。この言葉に母親から愛梨ちゃんは星になったんだよと教えられると、弟は昼間でも空に星を探すようになったといいます。わずか7歳の女の子を恐怖のどん底に突き落とし、その犯行の卑劣さから家族を一層苦しめたこの事件、2011年3月には愛梨ちゃんが通っていた小学校で同級生の卒業式が行われ、終了後には母親に愛梨ちゃんの卒業証書が渡されました。母親は卒業証書を受け取りながら涙ぐむ様子も見せていて、愛梨ちゃんが同級生たちと一緒に卒業できたという嬉しさとともに悔しさもあったはずです。
あなたは犯人であるホセに下された判決の量刑についてどのように感じたでしょうか。なぜ被害者や遺族ばかりが悔しい思いをしなければならないのか、改めて現在の法体制や仕組みに対して声を荒げたくなる事例です。命を奪う行為は当然ながら、相手を侮辱する行為によって心にも体にも傷を負わせる凶行は紛れもなく凶悪犯罪であり、より一層厳しく処罰されるべきだと強く訴えかけた事件の一つとなっています。木下愛理ちゃんのご冥福をお祈りいたします。